あなたの下辺に道からを与え、あなたの走りの方を
的な状況の中で、この世界が生きている試練のために、これは祈りたいと思います。先週、この取り出しの毎日の報告を皆さんにお渡しいたしました。この日曜日の部分ですね、第1番目に、医療、厚生関係者が神の力と素晴らしさを体験するように、本当に最前線で、命がけで頑張ってらっしゃる方々が、神の素晴らしさを体験できるように祈りましょう。また政府の指導者が神の恵み、憐れみを受け取れるように。そして今、多くの方が入院されています。家族と会えない、そういう孤独さもあると思いますね。そういう患者さんが神の慰め、力を受け取るように。そして、経済的な非常に打撃が大きいです。この不況の影響を受けているご家族が神の助け、備えを体験することができる。BGM の中ですね、この4つのことを今ご一緒に行っていきましょう。寺田さん、お願いします。Thank you.
カの22章1節から30節までを読んでください。ルカの福音書の22章1節から30節。ルカの福音書の22章1節から30節、購読してまいります。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけていって、祭司長たちや宮の司令長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金を得る約束をした。ユダは承知した。そして優秀のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて、杉越の子羊の贈られる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロと手の手を遣わされた。私たちも杉越の食事ができるよう準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に帰ると水が目を運んでいる人に会うから、その人が帰る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。主人の主人は席が整っている2階の大広場を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはや喉を飲みで作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために出される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間はすごいです。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論し始めた。また彼らの間にはその中で誰が一番偉いだろうかという議論にも起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若いようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について言ってくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王者についてイスラエルの12の部族を裁くのです。
아멘. この絵を見ていただきたいんですけど、これ何ですかね。まあ、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵ですよね。皆さんどうですか。これクリスチャンになる前から知っていたんじゃないですか。私たちはいろいろ見たものにですね、影響を受けるわけです。ですから今日の場面もきっとこういうスタイルでイエス様がこの杉越の食事をした、そんなイメージ持ってませんか。でもこれはね、間違いですよね。これは間違ってます。本来はこういうスタイルで、食事をしたということですよね。この時代は椅子に座るっていうのではなくて寝そべってですね、そして肘をついて食事をする、まあ、いわゆるローマ式のこういうスタイルで食事をしていたということなんです。で実はですね、まあ、これを聞いていただきたいんですけど、レーザーなんですよ。最後の晩餐、このようにこの字型に座っていたと言われています。で実はこの端っこに座ってたのがヨハネですね。でその隣がイエス様なんです。でその隣が裏切ったイスカリオとユダ。でこのヨハネの向かいがですね、私に合図しろって言ってたあのペテロ、こういうふうに言われております。ですからどうしても私たち自分の先入観でね、聖書を読んでしまうと時々分からなくなってしまうことがありますけれども、まあ、当時の資料を見ながらですね、ちょっとイメージを変えていただきたいと思います。あと皆さんどうですか、最後の晩餐って聞くとどういうイメージ持ちますかね。なんか亡くなる前に一緒にご飯でも食べようかと、でなんかご飯食べながらイエス様がなんかたまたまパンを裂いてね、弟子たちに渡したりですね、ブドウ酒を回しながらなんか持ったような、そんなイメージを持つかもしれません。でもそういうイメージで、もし見るとすると非常に聖書が軽くなってしまってですね、意味がわからなくなっちゃいます。実はこれはただ一緒に食事をした最後の食卓っていう意味ではなくて、最後の杉越の食事だっていうことなんですね。でユダヤ人にとっては安息日と杉越のお祭りというのはものすごく重要なんです。自分が神の民、ユダヤ人であることのアイデンティティを支えるものなんですね。で杉越って何でしょうか。これは旧約の出エジプト記の中に出てまいりますけれども、モーセの時代ですね、イスラエルはこのエジプトに奴隷としてこの苦役を強いられていたわけです。そういう中でイスラエルの民は神に救いを求めると、神はモーセというリーダーを与えてくださいますね。そしてこのエジプトに銃の災いを下しながらこの民を解放するように迫るわけです。その10番目の災い、それはエジプト全土の王の家から家畜小屋の家畜に至るまでウイゴを皆一晩のうちに殺してしまうというのは恐ろしい裁きだったんですね。その時に神様はモーセにどのようにしたらその災いから救われるかということを示される。この、聖書を一緒に読みましょう。じゃあ3、はい。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを抜き、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方の心を通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。この子羊をほふってですね、その血をこの玄関の釜に塗るわけです、ね、そして家の中では苦菜を食べ、種なしパンを食べ、羊を焼いて食する。そうするとその夜ですね、滅ぼす者がこの全土を巡るときにこの塗られた血を見てですね、
そこを通り過ぎていった。そのことから過ぎ越しと言われています。で、具体的にですね、それについて神様はこれを記念して、守るように、実は言うわけですけど、ちょっと読んでみたいと思いますね。過ぎ越しの祭りはイスラエル民族発祥の祭りです。エジプトで奴隷であった民が神の導きによりモーセを指導者に選び出し、奴隷から自由の民として解放と独立を記念するお祭りです。これはイスラエルが自由となり国として誕生したことを思い起こさせます。出エジプトは神の贖いの御業すべての象徴であり、さらに最後の日の贖いと神の王国の設立をも意味します。ですから単なる過去の出来事というよりも、やがてこの地に神の国がですね、実現していく、まあ、そういうことも希望として持つことができるということですよね。安息日と過ぎ越しの祭りこそイスラエル人をイスラエル人たるものとし、そのアイデンティティの土台となる二大祭りです、ね。まあ、イスラエルには安息日を入れて7つのお祭りがあるわけですけれども、特にこの毎週持たれる安息日と年に一度の過ぎ越しの祭りというのは非常に重要です。私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちが神の民である、まあ、神の子である、そしてキリスト者であるというその確信はどこに持てるんでしょうか。それは皆さん、この主の日を私たちが大切にするところにあります。アメン。世の中の人たちは日曜日は自分の好きなように生きています。でも私たちはイエス様が贖いをなし復活したこの勝利の日を主の日と呼んで共に集まって礼拝をします。これはクリスチャンじゃないと持てないものですよね。だから私たちがこうやって集まることによって、そうだ、私はイエス・キリストを信じ贖われたものだ、神の選びの神のことされたものであるという、そういうアイデンティティを持つことができるわけです。同時に私たちにとって聖餐式というのがありますね。主の晩餐とも言われますけれども、それに預かることによって私たちはさらに神の子としての確信を持つことができる。だから愛する皆さん、皆さんがイエス・キリストを信じて、そして自分がキリスト者であるというそこに生きるためにですね、この主の日と実は聖餐式というのはものすごく重要だということなんです。さらに読みます。あの杉越の祭りっていうんですけれども、実は種なしパンの祭りとくっついてるわけです。杉越の祭り自体は1日なんですけど、その後7日間ですね、種なしパン、つまりイースト菌を入れてないそのパンを食べるっていう、そういうお祭りがあるんですけれども、まあそれを合わせて杉越の祭りなんて呼んでいるわけですよね。さあ具体的に出エジプト記から見ていきますと、実はこのお祭りは、まあ、ユダヤ暦でニサンまたはアビブの月の三聖霊、私たちの暦でいくと3月から4月に当たるんですけど、その14日の夕暮れから8日間かけてお祭りをする。つまり14日の夕方にですね、子羊を送るわけです。でユダヤ時間は日が沈んでから1日が始まりますから、そのいわゆる15日の夜にですね、この杉越の食事というのをして、そしてその後種なしパンの祝いが続いていくわけです。で祭りの間はこのパン種、罪の象徴ですよね、これが家の中にないように吐き清めて、そしていわゆるイースト菌の入ってないパンを食べなければならないということです。そして祭りの1日目と8日目は主への清めの集会の日として、共に集まって礼拝をする、まあ、安息日のようにですね、その日は仕事を一切しないということなんです。そしてこれはイスラエルの民の中に住む者は全員、まあ、在留異国人であろうとも、これみんな参加しなきゃいけなかった
ですね。そしてこのパネラシパにですね、ニガナ、これはエジプトでの苦しみを覚えるものですけれども、まあ、それを食べ添えて食べるとか、いろいろこの食事にも一つの作法があるということですね。仮にですね、この杉越の祭りの時に立法に反して、記載に触れてしまったとか、何か立法に反して汚れてしまうと、実はこれ言わんことができないんです。で、改めてですね、1ヶ月遅れてこの杉越の祭りを祝うように命じられている。こういうことが実は厳格に書かれてあります。で、実はですね、この杉越の子羊、後で見ていきますけど、これは私たちのためにご自身を捧げてくださった神の子イエス様を象徴しているわけです。そして比べてみるとですね、そのことがよくわかるわけです。例えばこの杉越の子羊はですね、2、3 の月の10日に準備するんですね。で、それを4日間見守って傷がないだろうか、それは捧げるのに問題がないだろうか、よく見守るわけです。そして14日の夕方に送るんですね。まさにイエス様はこの 2、3 の月の10日にですね、エルサレムこの日曜日ですね、入場されたということなんですね。さらに見ていきますと、この犠牲となるものは傷のない1歳のオスの羊でなければなりませんでした。イエス様はどうですか。聖書が言うように罪のない生涯を送られた神の子そのものですね。さらに、さっき言ったように10日から14日まで4日間傷がないかチェックするわけです。イエス様はどうだったでしょうか。あのユダヤにおいて、またローマ総督ポンテオピラトのもとにおいて、いろいろ尋問されていきますけれど、この方には罪が認められないということが言われました。さらにこの杉越の食事っていうのをですね、この家族ごとにするわけですけれども、イエス様もお弟子たちとこの杉越の食事を共になさりました。そしてこの14日の夜にですね、だいたい夕方の3時から5時にこの杉越の子羊がほふられるんですね。で、これは諸説あるんです。イエス様はじゃあ14日の日にあの十字架につけられたのか。そうするとなんとなく ドラマチックですよね。だけどどうも、マタイ、マルコ、ルカの福音書を見るとイエス様が十字架につけられたのは15日、まあ、ヨハネの福音書を見ると14日ということも考えられるんですけど、諸説あります。でもこの今日の流れを見てもですね、ちょうど木曜日14日の夕方に神殿で杉越の子羊が贈られます。そしてその日が沈んでからですね、それぞれユダヤ人たちは家庭で杉越の食事をされた。日が沈んでますから、それは金曜日ですよね。そしてまさにその夜にイエス様は逮捕され、尋問され、金曜日の朝9時から3時まで十字架につけられて苦しみ、命を捧げてくださった。ですからこうやって見ていきますとですね、まさにこの杉越の子羊とイエス様っていうのは本当にこうイエスを指し示しているということを知るわけです。御言葉読んでみましょうか。3、はい。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て、が、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このヨハネはバプテスマのヨハネですね。当時、預言者であり、カリスマであった彼が、イエス様が洗礼を受けに来たときに、このことを語っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。まさに、これは杉越の子羊ですよね。次、3、はい。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として
罪を取り除くために来られたのです。次、彼らは大声で言った。贈られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ここで言っている黙示録の贈られた子羊っていうのは、聖書の前文を読んでいくとイエス様であることが分かりますね。まさに主の主、王であるイエス様のことを贈られた子羊として、ここでは礼拝し、すべての栄光を返しております。まさにこの杉越のお祭りの時、私たちの愛する主イエス様は罪を取り除く神の子羊としてですね、ご自身を捧げられ、十字架で死んでくださったということです。これは当時のエルサレムの町と神殿、神殿ですよね、神殿を表すものです。これも概略ですけれども、この辺がですね、イエス様が弟子たちと最後の杉越の食事を取ったところであると言われております。でこの杉越の食事の時に必要なものは、一つは子羊ですよね。そしてもう一つは種を入れないパン、もう一つは苦菜、そして4杯のブドウ酒、これが実は杉越の食事の中で準備されていくわけです。で私たちは今教会の中で聖餐式っていうのを行っていますけれども、礼拝の中で短いですよね。でも杉越の食事っていうのは2時間3時間かけて賛美を歌い、祈りを捧げ、その一つ一つの意味をですね、解き明かしながら実は持っている非常に意味深いものなんです。この杉越の食事の中でイエス様はあのパンとブドウ酒を取ってご自身を記念するように、それがすごく重要だということなんですね。さあ聖書の御言葉を読んでみましょう。3、はい、イエスは言われた。私が苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。イエス様はね、この十字架で苦しまれる前に十二弟子たちとこの杉越の食事をすることを切望していたということなんです。これは実は毎年イエス様はエルサレムで杉越の祭りを持っていたと思います。弟子たちとは約3年半過ごしていますから、これが初めての経験ではなくて、最低でも多分これ3回目ぐらいだったと思うんですよ、ね、でも十字架につけられるその苦しみの前にぜひこの杉越の食事をしたいと願った。なんででしょうか。それはこの杉越の食事を通してイエス様の十字架の贖いを体験的に教えるためなんです。それいいですか。この日もですね、夕方には神殿で杉越の子羊が捧げられています。そして弟子たちもイエス様に言われたように準備してですね、そして、一緒に食卓を囲みながらその祭りの意味を一つ一つ解き明かし、祈り賛美を捧げているわけです。そしてその中でこのことを言っているんですね。じゃあ赤いところで言いましょうか。3、はい、これがあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。そのパンを裂いてですね、これはあなた方のために与える私の体だってことなんです。その場面では弟子たちはあまりピンとこなかったと思いますよ。でもイエス様がその翌日っていうかその次の日の早朝に十字架にかかるその出来事を通して、彼らにとってそれはリアルなものとなったんじゃないでしょうか。またこの3杯目のブドウ酒の時にこのことを言われた。
あなた方のために流される私の血による新しい契約だってこう言ったんです。さあ、新しい契約って何なんでしょうね。これはエレミア書の中に出てまいります。じゃあご一緒に読みましょう。3、はい。見よ、その日が来る。主の蜜月、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の蜜月。このエレミア書の中にはっきりとその日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶってことなんです。でそれはモーセの時にですね、ちょうど杉越を通して彼らはエジプトから自由になって約束の地に向かいますけれども、シナイ山で神様と契約を結ぶんですよね。いわゆる立法の契約ですけど、それとは違うってですね、それとは違う新しい契約、具体的にどういうものかっていうと、じゃあ一緒に見ましょう。はい。彼らの時代の地に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の蜜月、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々の互いに教えない。それは彼らが皆自分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の蜜月、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と犯さないからだった。これがその内容だったんですね。でこの中でもうすでに成就しているものとこれから起きてくるものがあります。何がすでに成就しているかっていうと、ここですよね。私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さない。イエス様の十字架の贖いを通してですね、人類のすべての咎、それは許されたものになります。そしてここで言っているですね、私の律法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す云々ってあります。これを分かりやすく言うと神の聖霊が与えられるということなんですよね。モーセの時代に言うとは実戒でした。しかしこの新しい契約においては神ご自身聖霊を通して一人一人のただ中に住んでください、そういう約束です。そしてさらに、ここに、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。残念ながらこれはまだ起きていませんよね。ユダヤ人がじゃあ全部この知っているか、そうじゃない。実はこれはイエス様が再臨されてこの地にいわゆる神の国が実現した時にですね、これが完全に成就するということなんです。だからイエス様が言われた新しい契約っていうのは実はこのことを言ってるんだっていうことを皆さんもう一度確認していただきたいと思います。さあこのイエス様が杉越の食事を持った時、弟子たちの状況はどうだったんでしょうね。イエス様は弟子たちの裏切り弱さ全て知っている。御言葉を読みましょう。3、はい。しかし皆さん、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうという議論も起こった。しかしイエスが言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。皆さんどうですか、この杉越の食事。まさにイエス様がこの後十字架でご自身を捧げようとしておられる、一緒に食卓を囲んでいた弟子たちの状況、
裏切りですね。イスカリオテのユダが裏切りますし、またあのゲッセマネの園においてはペテロをはじめ全部の弟子たちがイエスを見捨てて逃げてしまいます。そういう裏切りであり、また弟子たちの関心元はですね、この中で誰が一番偉いかと思います。比べっこです。偉くなりたい、それが弟子たちの生き方だったんです。こういう状況の中でイエス様は共に過ぎ越しの食事を弟子たちとし、また弟子たちの足を洗い、あの十字架にかかってくださったということですね。同時にですね、この過ぎ越しの食事の中でこんな弟子たちにですね、将来の素晴らしい約束を与えているんです。赤いところを読みましょうかね。3、はい、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。すごいと思いませんか。誰が偉いとかですね、イエス様を裏切りとか弱さを持っている、でもそんな弟子たちを前に、将来お前たちは私と共に王としてこのイスラエルの十二部族を裁くってこう約束してくれたんです。あの新しいエルサレムにおいてはですね、まさにこの十二使徒の名前が記されていることが黙示録の中にありますけれど、このことが実は過ぎ越しの食事の中で語られているということなんですね。さあ、この中で私たちはもう一度イエス様の生き様っていうのをちょっと見たいと思います。じゃあ一緒に見ましょう。3、はい、だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。この最後の過ぎ越しの食事の中で、相変わらず弟子たちは自分が偉くなりたい、自分が支配したい、影響力持ちたい、でもイエス様はご自身の生き方を通して使えるという言い方をここで改めて教えているんですね。それが具体的にフィリピの中に書かれてあります。3、はい、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。アメン。これが私たちの救い主であるイエス様の生き様です。ということは、イエス様はこの過ぎ越しの食事の中でこのことを語りました。そしてイエス様はパンとブドウ汁を取って、この主の晩餐、今聖餐式と言いますけれども、そのことをなされたということなんです。今日これから聖餐式がありますけれどもね、私たちはこの聖餐式を受けるたびにですね、自分の生き様を点検する必要があるんです。人を治めていく、人を支配していく、比較するような生き方ではなくて、私たちの主のように仕えて生きる、そういう生き様をですね、私たちは確認していくということなんですね。そしてイエス様はこの主の晩餐、聖餐式を行うように命令しているんです。赤いところで言いましょう。3、はい、私を覚えてこれを行いなさい。私を覚えてこれを行いなさい。私を覚えてこれを行いなさい。このことを強調されたんです。だから初代教会の働きを見ていきますと、信じる人たちが集まると何が中心かっていうと、この主の晩餐、聖餐がいつも中心になるんです。ですならここに
大切なものが凝縮されているからです。愛する皆さん、私たちがイエス・キリストを信じてキリスト者となったならば、主の日を大切にすること、そしてこの聖餐式を大切に守っていく、これに預かる、これイエス様の命令なんです。アーメン。だから、しばらく聖餐は受けてないけどいい、そうじゃないんです皆さん。この聖餐の意味を深く知ってですね、私たちは本当に心を尽くしてこの聖餐に預かっていくということが重要です。では最後に聖餐に預かる恵みについて見ていきたいと思います。ご一緒に読みましょうか。3、はい。神の一方的な選びと恵み。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ユダヤ人が杉越の食事をするたびにですね、自分たちは特別に神に選ばれた神の民である、そのことを彼らは確信いたしました。私たちもこの聖餐式に預かるときにですね、私の何かによってではない、神様が一方的に私を選び救ってくださった、私は神のものであるという、その恵みを体験することができます。アーメン。皆さん、神の子としての確信持ってらっしゃいますか。いや、この頃少し聖書読んでないし、変なことも考えちゃうし、いろんなことがあるから私はダメ、そうじゃないです皆さん。この聖餐に預かる中で、あなたが選ばれてること、あなたが本当に神様の恵みによって救われていること、神の子となっていることをどうぞ受け取ってください。2つ目、3、はい。主は人の弱さを知り取り出しておられる。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取り出していてくださるのです。杉越の食事の時にイエス様は弟子たちの弱さ、裏切り、全部知ってました。でもどうですか、説教してますか。まずお前たちに言いたいことがあると、今まで我慢してきたけどね、これがもう最後の最後だから言っとくけど、ペテロ、お前は勢いだけだなと、裏切るぞ、何やってんだとかですね、なんかもう根掘り葉掘りこう攻め立てていくようなことはしていないんです。もちろん警告的なものは最後に言っていますけど、だから皆さん間違ってほしくないのは、私たちが聖餐に預かるときにですね、ああどうしよう、聖餐を受ける前に悔い改めなくっちゃ、あのこともこのこともごめんなさい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 、ああなんか言っとかないとなんか神様に裁かれる、ごめんなさい、違います皆さん。もちろん私たちは神様の前に、ちょうどあの子羊がですね、あの10日から14日までこう吟味されていった、それと同じようにその家のパンタネがないように吐き清めたようにですね、私たちももう一度神様との関係ということを清めという意味で探っていく必要があると思います。神様に悔い改めるべきことは悔い改める必要があると思いますけれど、それを超えてですね、神様はあなたの弱さ知ってますよ。アメン。あなたの弱さ、良いところ、もしかしたらあなたが裏切るかもしれない、でも天上において主はあなたのために今日も祈ってくださっていますよね。天の父よ、本当にあのね、裏を返ってしょうがないですね、どうしましょうか。これはサタンなんです皆さん、いいですか。神の前で訴えるのはサタンなんです、ね、でも取り出すっていうのは、父よ、またあいつはやっちゃいましたけれど許してください、私があいつのために命を捨てました、また私祈りますから、あいつも少しはまともになるかもしれませんかと取り出してくださったんです。これがイエス様です。あなたはイエス様をサタンと間違えてませんか。あなたを訴えているのはイエス様ではなくサタンなんです。イエス様はあなたの弱さを知り取り出しておられる、だからそのことを覚えつつですね、私たちは聖餐に預かりたいわけです。
3つ目、3杯。 イエス様は人を変え、成長させてください。第2コリント5の17。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。イエス様は愛と恵みによってあなたを成長させてくれます。あなたはそのままじゃないですよ。イエスと共に歩んでいくならば、あなたの考え方、人格的なもの、 生き様は恵みによって変えられ続けます。アメン。だから生産のたびに、そうだ、私はダメなものじゃなくて恵みによって変えていただけるんだ。今こんな弱さ、葛藤、痛みもあるけれど、主が私を成長させてくださる。ハレルヤじゃないですか。じゃあ次ですね、3回。聖霊様が与えられている恵み、 その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。新しい契約というのはエレミア書から見ました。あなた方のただ中に主が律法を書き記すと書いて、 わかりやすく言うと、聖霊が与えられるということを言いましたけど、イエス・キリストを信じた人たちの中に聖霊がすでにおられます。アメン。あなたが感じようと感じまいと、約束なんです。その聖霊が神であり、助け主であり、あなたのために取りなして下さる方なんです。 その方は愛そのものです。皆さん、どうですか？あなたと共に聖霊がおられることを確信していますか？何も感じないし、皆さん感じるものじゃないんですよ。信じ、感謝するものです。だからこの聖餐のたびに聖霊が本当に与えられていることを信じてください。 間違えてほしくないのは、聖霊が共にいることと、聖霊のバプテスマというのは別のものです。イエス様を信じた全ての人のうちにこの約束の聖霊がおられます。でもその方が溢れる経験というのは、また力を受けるとか恵みとかして別のものですけれども、でも信じる全ての人のうちに聖霊がおられるわけです。次ですね、3回。 新しい戒めに生きる。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。皆さん、イエス様はこの最後の過ぎ越しの食事の中でこのことを強調なさったんです。そして今自分を裏切ろうとする弟子、弱さがある弟子、あまり好きじゃない弟子、 そんな弟子たちの足をですね、イエス様はしもべのようになって足を洗ってくださった。それも最後の過ぎ越しの食事の席の中だっていうことです。皆さん、どうですか？主にある兄弟姉妹たちのことをみんな大好きですか？みんな気が合いますか？みんなもずっと一緒にいたいですか？まあ、そういう人もいますよね。でも時にはどうしても 考え方が合わない、タイミングが合わない、気質が合わない、なんか気に入らない、好きじゃないとかですね、時にはちょっとした言葉で傷つけられたとか、もう表面的にはいいけどちょっと無理、そういうことあるんじゃないですか。だって人間だもん。ここにいる一人一人は罪人です。罪許された。アメン。みんな違います。十人十色です。 イエス様の12弟子見て、ひどくないですか？こういう人の集まりですよ、男だけで、若者で、気質も荒いし、ね。だからいつも一緒にいると喧嘩ばっかりしてるんですよ。でもその弟子たちに、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あえて言ったんです。ということは、 私たちもこの聖餐を受けるたびにですね、心新たにして、この戒めに生きる
あなたの決意を持つ必要があるんじゃないでしょうか。主にある兄弟姉妹はもちろん、人間関係の中で、そうだ、イエス様に会って違いを理解していこう、弱さを受け止めていこう、そして許すことを学ぼう、呪いではなく祝福を与えていこう。皆さん、私たちの生き方がまた生産のたびに変えられていくんじゃないでしょうか。ね、先週大館でもついに出た、出ましたよね。で、どこから始まったんだ。今ネット社会ですから、新聞以上にですね、いろんなものが出てくるわけです。そうすると、大概いいことは書いてないよね。なんで医者なの、自覚が足りないとかですね、どんな神経してるんだって、大体悪口です。で、もうひどい抽象ばっかりでね。でも見てるとね、こっちもそうだそうだと思っちゃうわけですよ。だけど、あ、これはまずいってね、そんな思いで来たわけじゃないだろう、取りなさなくちゃいけない、その痛みもあるだろう、そのために感謝しなくちゃならない、水際でそのことが分かって病院全体にそれが広がらなかったことから主の守りだ、そう考えますよね。で、祈るわけです。で、私たち気をつけないと、毎日コロナのニュース見てるとですね、過敏になっちゃってね、で、批判的になっていくわけです。気をつけなきゃならない、恐れも入ってきます、批判もします。だから、あんまり毎日報道されるものそんなに見なくてもいいんじゃないですかね。もちろん私たちはこのマスクをするとか、あの3密を避けるとかね、そういうことは大事なんですけれども、まあ、いろんなニュースを見すぎてですね、ネガティブになって批判していくのは、どうもイエス様の生き様とは違います。今日、あの受付のところにですね、牧師先生であり臨床心理士の堀川先生っていう方が、このコロナのことについてちょっと記事を書いてくれて、とてもいい内容だったのでコピーして置いてあります。ぜひ、あの読んでみてください。キリスト者として今どうあるべきか、そのことを学ぶことができますし、私たちはこの時だからこそ何もできないではなくて、祈ることができるじゃないですか、ね、そのことを私たちは生産のたびに思い起こすわけです。そして最後にですね、3回、主の再臨と地上に神の国が実現する希望の御言葉、また私は新しい天と新しい地を見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を受けて天から下ってくるものの、その時私は座から出る大きな声がこういう音を聞いた、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその神となる、また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。イエス様は最後の杉越の席で弟子たちに将来王として治めること、神の国について約束されました。皆さん、イエス様は再びこの地上に来られるんです。そしてその時にこの地上に神の国が実現してまいります。私たちはこの聖餐を受けるたびにですね、この主の再臨と神の国の実現、そのことに希望を持つことができるわけです。アメン。この地上において皆さん、これから私たちは残念ながらさまざまな試練、苦しみというものを通っていきます。普通に生きていても人生の中には四苦八苦と仏教で言われる苦しみがあるでしょうね。でもイエス様が予言されたように、この世の終わりになると戦争、あるいは飢饉、あるいは疫病、また愛が冷えてくるとか、さまざまなことをイエス様は言われましたけれど、今回の世界的なこのコロナウイルスだけではなくてですね、
さらに様々な試練がこの地上にこれから訪れると思いますね。そして私たちもそこを乗り越えていかなければなりません。でもその中で私たちが心を痛めていくのではなくて、もちろん主は私たちを守り支えてくださいますけれども、私たちが持つ希望は皆さん主の再臨と神の国です。 そのことを生産のたびに覚えてですね、私たちは確信を持ってキリスト者として生かしていただこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、今日イエス様がエルサレムに入場された、この日にイエス様が弟子たちと最後の杉越しの食事をされた箇所から新しい契約について もう一度学ぶことができたことをありがとうございます。あなたがまさにこの贈られた子羊として私たちのために命を捧げ、この新しい契約を結んでくださいました。これから私たちは聖餐式を持ちますけれど、どうぞこの聖餐に預かる中に今日学んだ一つ一つのことをお一人お一人が確信することができますように。もしかしたらこうやって共に集まって聖餐を持つことができる のがしばらくできなくなるかもしれません。でもこの今日持つ聖餐の上にあなたの特別なる油注ぎと祝福が与えられますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それではこれから聖餐の時を持ちます。聖餐式はすでにイエスキリストを信じて 聖書を読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えるのです。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝を捧げてそれを言われました。これはあなたがそのための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯を同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。 ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むのがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ、杯を飲みなさい。しばらく目を閉じて静まりましょう。イエス様の 十字架を思い浮かべながらですね、本当に私のために命を捧げてくださった、私のために苦しみを受けてくださった、そしてその血潮によって新しい契約の中に私を入れてくださった、そんなことを思い巡らせていただきたいです。 主の助けを必要としていることがあるならば、主よと今心から少し祈る時をしたいと思います。ご一緒に祈っていきましょう。
お祈りいたします。天の父なる神様、この4月の第一礼拝の中で主の晩餐聖餐式に預かれることを感謝申し上げます。今から2000年前、まさにイエス様が最後の過ぎ越しの食事の席で過ぎ越しの意味を弟子たちに語り、また祈り賛美を捧げ、同時にその中でご自身の苦しみについて、また新しく結ばれる契約について弟子たちに語られました。弟子たちはその次の日、イエス・キリストが十字架で苦しみ亡くなる、そして3日目によみがえる、その後その最後の過ぎ越しの食事のことを本当に思い巡らしたと思います。そしてイエス様の十字架がどんなに素晴らしいものであるかを一人一人が深く体験できたことを感謝とします。今私たちも同じこの聖餐に預かりますけれど、どうぞパンとこのブドウ汁を通してお一人お一人が神に選ばれ、神のことされている確信を持つことができますように。弱さや罪深さもあるけれど、主が許し取り成しておられることを確信できますように。キリストにあって新しく作られ、日々成長できることを確信できるように、聖霊が共におられることを確信できますように。そして私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、その戒めに生きることができますように。そして来たるべき主の再臨と、この神の国の実現、そこに希望を置くことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。どうぞパンを掲げてください。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるようパンを取り、感謝を捧げてのそれをこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。どうぞ召し上がってください。夕食の後、杯を同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。召し上がってください。お祈りをします。天の神様、この聖餐の恵みをありがとうございます。お一人お一人に確信とともに、どうぞイエス様の癒しを注いでください。どうぞその思いの中、心の中、そして神様肉体の中、主の血潮による癒しと清め、そして神様、あらゆる災いから、また病から、疫病から、お一人お一人を家庭をイエスの血潮で覆い守ってくださるように、そしてあらゆる悪しき者の攻撃から守り支えてくださいますから、ありがとうございます。どうぞこの時代にあって、神様、私たちの歩むべき道をあなたが教えてください。この1週間も、神様、お一人お一人が神様との関係を大切にし、身近にいる家族に愛を示しつつ、共に歩むことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。仰ぎ願うば主イエスキリストの恵み、父なる神の御前、聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アーメン。
주 너의